どうも、エルコンです。本日は、火炎斬り特化のバトルマスターを試してみたいと思います。バージョン 6.1 にて、二刀の極意が実装されたことで、二刀流で使える特技は、全体的に強化を受けていますが、とりわけ、アルテマソードや火炎斬りのような、高倍率単発系の特技は、全体ダメージに占める左手の割合が高く、強化の恩恵も大きくなっています。また、これらの高倍率単発系の特技には、テンションとの相性が非常にいいという特徴もあります。天下無双やハヤブサ斬りで多段攻撃のイメージが強いバトマスですが、これらの多段攻撃とテンションが噛み合わないというのは、昔から言われていますよね。武闘家に次ぐ高いテンションチャージ性能を持っているのに、テンションを消費するスキルが貧弱というのは、バトマスの残念ポイントの一つでした。しかし、相対的に強化された火炎斬りを使えば、この欠点を補えるのではないかと思いついたわけです。まずは、火炎斬りのスペックを、同じ片手剣スキルのハヤブサ斬りと比較してみましょう。もともとのスキル性能としては火炎斬りはかなり弱いですが、宝珠とスキルによる強化幅が非常に大きく設定されており、属性ベルトにより普遍的に威力アップが可能な点を踏まえると、実質的な特技倍率はハヤブサ斬りを上回っていることになります。ハヤブサ斬りよりもテンションが絡んだ時のダメージの伸びも大きく、威力面では火炎斬りに軍配が上がります。続いて速度面を見ていきましょう。ハヤブサ斬りはあらゆる攻撃スキルの中でもかなり硬直が短くクイックに扱えるスキルとなっていますが、火炎斬りもハヤブサ斬りに比べてわずかに硬直が長い程度で、かなり速い部類のスキルとなっています。参考までに硬直が長いことで有名な天下無双の数値も記載しましたが、火炎斬りは威力と速度のバランスが良いスキルになっていると言えそうです。また火炎斬りはテンションとの相性が良く、とりわけミラクルブーストとは相性抜群です。ミラクルブーストの HP 回復効果は天下無双やハヤブサ斬りなどの多段攻撃では右の一発目でしか発動しないのですが、火炎斬りのような単発攻撃では右と左で1回ずつ HP 回復が発生します。威力が大きい分回復量も大きく、攻撃しながら HP 全開クラスの回復がかかるので、テンションチャージ効果と合わせてミラクルブーストとの相性は素晴らしいですね。ということで火炎斬りのスペックを紹介してみましたが、なかなか可能性を感じるスキルだとは思いませんか？ここからは実際に火炎斬りに特化したバトルマスターでいろんな敵と戦ってみたいと思います。まずは軽い小手調べということで、呪術師マリーンとジュリアンテで試し斬りといきましょう。開幕クイックアーツでしっかりと攻撃力を上げた状態で火炎斬りのダメージを見てみます。最初が2763、次が3013と、なかなかいいダメージが出ています。ターンモーションだけあって攻撃速度も速いですね。あっという間にジュリアンテを倒してしまいました。お次はテンションを絡めてマリーンを攻撃していきましょう。油が乗っていてよく燃えそうです。余裕のダメージカンストに加えて攻撃のたびに HP が900ポイントも回復しています。やはりミラクルブースト中が火炎斬りの真骨頂ですね。火炎斬りオンリーでサクッと倒せてしまいました。続いては少しだけレベルを上げてコインボス限界の4色王に挑みます。4対1と圧倒的に不利な状況ですが、今のバトマスさんならやれるでしょう。とりあえずミラクルブーストが溜まるまではミラクルソードで HP を回復させながら攻撃をしのいでいきます。それにしてもこうしてみるとバトマスかなり硬くなりましたよ。いかに捨て身がクソだったかがよくわかります。厄介な激おこぷんぷんジャミラスさんを倒したので、そろそろテンションを展開していきましょう。グラボス相手でもテンション1段階で3308ダメージと絶好調です。ジャミラスを起こされたので死にかけのグラコスともどもギガブレイクで移送します。
気まぐれな追撃の効果が発動して火炎斬りの連続攻撃。ダンモーションスキルの追撃は強い。ここテストに出ます。こちらから殴るまでミュランは動かないので必殺使っておきます。スーパーハイテンションのアルテマソードが強い。ここもテストに出ます。怒りのデュランもミラクル火炎斬りの超回復の前では無力。グランドクロスを打たせない攻撃速度で余裕の撃破となりました。片手剣スキルの行動短縮ともシナジーが高いですね。最後は聖守護者水晶騎ジェルザークです。ジェルは実装当時に魔法構成が流行ったように炎耐性がガバガバなので回復色なしでも火炎斬りで押し切れると思います。ようやく CT が溜まったのでテンションスキルを展開していきましょう。リミットマグマを阻止するためにジェルソルジャーから叩きます。最下の陣があったこともありここは余裕の阻止。それではジェル本体を殴っていきましょう。さすがに聖守護者ともなると守備力が高いためこれまでに比べてダメージは落ちてますね。しかしそれでもミラクルブーストの回復量は900近くを維持できています。テンションなしだと大体2000くらいのダメージ。硬直の短さを考えるとまずまずです。スーパーハイテンションのアルテマソードが強い。今の添加無双が大体2700くらいのダメージでした。火炎斬りが2000前後なので硬直時間が2秒近く短い点を考慮するとやはり使えますね。テンション1段階では無限勲章込みで約2800ダメージ。テンションが2段階あれば早々に右がカンストしてしまうので欲を言えばダメージ上限を2999にして欲しい感じはあります。最下の陣での火炎斬りラッシュのおかげであっという間に赤になりました。そろそろラストスパートをかけていきましょう。全集中、炎の呼吸、1の型、火炎斬り。はい、ということで本日は火炎斬りの可能性を紹介しました。思った以上の効果力と低硬直の高速モーションで操作感が非常に良かったので今後炎耐性が緩く設定されている強敵ボスが実装されればハヤブサ斬りに代わる強力な攻撃手段として注目されるかもしれませんね。それでは本日はこの辺りで。ご視聴ありがとうございました。また見てね。